はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。んー、どっちでもいいか。実況者 PG です。脱獄ごっこシャークシップシリンガーでやっていきます。はい、シャークシップ、一体なぜこのクソマップが採用されたのか。まあ世間はシャークシップをクソマップクソマップ言うてますけど、僕自身は結構好きですけどね。まあただ他にもね、ホワイトタワーとかバナナアイランドとか、まあああいうマップがあるにもかかわらず、なぜ初期マップでこのシャークシップを選んだのか、視聴者の皆様の意見お聞かせください。まあ市民側なんで、宝箱開けてスイッチ押して、で経験値稼いでレベルちゃっちゃと100にしようと思います。これマックス100やんな、レベル多分。うん、いやー、なんか見えたな、今人狼棒持ってんの思いっきり見えたな。ちょ、インパルスで向こう側に飛んで、こっち宝箱開けてる？開けてる、とりあえず確認して開けてるな。じゃあ、どこ行こう。まあ、あの人狼を引きつけるっていう作戦でもええっちゃええんやけどな。人狼追いかけてきてへんやん。どこもかしこも宝箱開けられてて、スイッチ僕一つも押せてないです。はい、あの経験値が欲しいんですけど、何の音もびっくりさせんなって。もう5個目も押されてるしさ、僕何も仕事してへん。これ人狼来るやろ、こっち。ちょ、倒しとくわ、人狼倒しとく。人狼撃破で経験値とかもらわれへんかな。もう無理かな。もうあ、もう6個目押されたし、トラップに引っ掛けられてるし、もう散々すぎる。はい、仕事してません。さあ、ハルチ選手が必死の防衛をゴール前で行っておりますが、さあトラップ一人引っかかった猫パンチが炸裂する。お前ら市民はよ来いや。もう脇道からなんか自爆して来いや。このゲームってさ、脱獄した人から先にゲーム終了できひんの。やっと終わったわ。なんか気持ち悪いな、みんな同じ踊りやし、同じ格好やし。はい、経験値ゲロマズやないかい。やっと終わったわ。